ミすごか。ゴミは毎回引っ掛けよう。なんだこれ、ゴキョロ、スーパーゴミ系のこれ。いや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 、嘘でしょ、これ魚。お疲れ様です、松井さん。この水の匂いを見てください。家の工事をしようなんですよ、ね、これひどかっすね。なんすかこの濁り、工事、上が工事が始まったんですよ。こう雨があれで水ががんぼりして。なるほどなるほど、ここ見えないです。そう、今佐賀に来ておりますけど、松井、はい、さん、いろいろありました。いろいろありましたよ。本当にまあまあそれぞれいい道に進んだんじゃないかなと。あ、その報告の旅的に今前行ってるんですよ。あ、東京まで来てるんですよ、今から来るまでずっと。今日は原田までしようかなと思って。あ、原田。ちなみに松下さんですよ、今日夜忙しかったですか。もし愛のごとき新選組でなんか。あ、全然いいですよ。まだ松下さんのところのうなぎは出されてる。もしあれやったら置いておきますよ。お、まあ、いやいや、ここっすよ、ここっすよ、ここ行きますか、ここっすよ。多分今度の雨で、うんうん、結構塚の上に砂とかなんとかって、ははは、もう埋まった状態になっとると思いますもんね。なるほど。あげるとしたらどれがいいか。あげるとしたらあそこの2番目がちょっと20本ぐらい、ほう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 、あの分をあげて、ほう、入ってなかったら、ほう、今川の鈴木が結構いいもんで、ほう、鈴木を行った方がいいんじゃないですか。行った方がいいんじゃないですか。そうですね、はい、やってみますか。やってみましょう、やりましょう。じゃあ今日は私も入るようにちょっとお願い。そうですね、あのおいストリアキですね。一緒に入ってください。ちょっと準備します。はい、ということでね、うなぎの罠です。めちゃめちゃね、以前入っとったけど今回どうか分かんないけど、やってみないと分からんけんね。美味しいうなぎ入ってればラッキーということで、罠をあげてみましょう。うわ、結構流れの早か、全く見えん、水の中の。あ、これ。オッケーオッケー、大丈夫ろ。よし、オッケーです、準備完了。これどっち向きに入ったことですか。これ縦に入った。縦に砂のもこうかぶっとけ、うん、だいぶ埋まっとっすね。穴のなくなっていくってことですか。そういう穴の中にでもやっぱ入らないですもんね、だって、うん、おちょっとね、そういうね、出てきたっすよ。出てきたですね、早かった。おい、たまにここに来て、この川来て、はい、穴釣り場頑張るとですよ、たまに。あ、でも全く釣れんで、この竹のたまにこう流れてきてほしいじゃないですか、はい、そのおこぼれの入っとらんかなって言ったらいつも見ようです。でもハゼしかおらん、やっぱり。あ、これ長か、これ。あ、穴が詰まっとっけんですね。うわ、でっか穴。 あ、ほんて、泥の量の尋常じゃなかったね。もう完全に全部詰まってるんですね、これ。あ、全部泥だ、うん、うなぎはおらん。おっと、一匹ぐらい入っとらんすかね。いや、おい、大量に入っとっても期待しとったです。うん、綺麗に埋まっと、綺麗に埋まっと、がっつり埋まっと。ああ、泥の絶対入っとっすね。ほんとだ、泥の入っとき全くダメとった。よかときもあれば悪かときもあすね。自然もんやけ、うん、泥、全部泥だ。ああ、新選組のメンバーは元気ですか。元気ですよ。あ、この前あのクックパッドでああいうの出とったですね。12万円のうなぎの。何すかそれ。あ、クックパッドじゃなくて気まぐれクックでしょ。金子くんとこでしょ。12万のっていうレコードらしたかってね。すごかったっすね。入っとられたっすね。
さあもう悔しくしょうがないか。タイミングの悪かった方がいいの。今日はしょうがないか。いや松田さん、ありがとうございます。残念でした。忙しいだからすいません。いやいや、こういうこともあっとっすね。あっとですよ、もう全然入ってなんとって。おい松下さんと思って、これ間違いなく大量ですよって多分1個前の動画で言いまくっとったでしょ。マジで。いやリアルですねこれは。いつもいつも取れるわけじゃない。だけん価値なってやろな。マジかうなぎ。いや松下さんお忙しいところありがとうございます。逆に取れとなんとか俺にとって貴重かった。詳しくはね、撮れた時の動画はこちらって載せとと思うんで、あの概要欄にリンク貼っときますんで、ぜひ見てください。ということで、シーバスでも釣り行こうかと。時間の自由やん、もうね、遊ぶだけばい、マジで。おマジか、うなぎ。うなぎ見たかったな。まあでも、夜うなぎ食えるかもしらんね。松下さんとね、あのお友達のね、新選組って居酒屋出身ですよ、この辺で。俺の感覚はうなぎ塚でうなぎに取る気へ、松下さんここ食いたかですって、新選組で食べさせてくれじゃないですかねって、おい砂漠けんって言おうと思うとったと。しくったね。爆風っすね。どかんごたすか。今から見てくっとですよね。行くまで探ってみる感じ。探ってみる感じでやってみましょうか。やってみましょう。一本一本。さあいかがなものか、釣れるのか。この辺で行こうかな。やんとこで出てくる気持ちわかるね。あ、ムツゴロウめっちゃ飛びよ。求愛中。わ、雨降ってきたじゃないとこへ。ムツゴロウのめっちゃアスコール。 あれ引っ掛ければいいじゃないですか。はい、求愛中でしょ。求愛コールしたね。多分あれね、カニもいっぱいおっけど、ムツゴロウもおる。奥にも歩きおる、2匹おる。でかあいつ、手使って歩きおっけんね、あいつ。お立派なムツゴロウにいっぱいおる。あ、飛んだ。クソ、お、飛んだ飛んだ。ぴょんこぴょんこした。今カニのベラよ。全部カニやろこれ周り。どんだけカニおっとよマジで。ダメっすね。うん、お知り合いですか。シーバスに来たってますか。じゃあ今から良かったですかね。いやもうないでしょ、こんだけ投げて今から見てきてどうか。うん、でもこういうのがパーって釣れるんですよね。そうなんですよね。次一旦撤収して、そうですね、後で集まって飯食いましょう。一緒に連絡してください。はい、すいません。じゃあまた後ほど連絡します。すいません、ありがとうございます。はい、どうも。ほら海中鳥、この鳥居が海に向かってこうニョキニョキニョキと潮が満ってくると、あそこは沈みます。見事に沈みます。これ海中鳥居っていうタラの観光スポットよこれ。来た、外れた。生後は多かったですね。今からですか大体。揚げですね。どんどん今から登ってくったんですか。これ YouTube で釣りの果てしとですけど、さっきのシーン使ってもよかですか。お願いします。了解です。路頭に迷いつつあるね、佐賀バージョン。何週か、いや、おいね、なんか釣りしたかとよ。一旦ちょっと事務所に下ろす分下ろしたかとよ。あのキャスティングロードとかもう使わんけん。だってタラやけん、隣町やっけん。旅出発っつってもすぐ隣町やっけん。どかぞこの爆風。ちょっと不完全燃焼なんですよ。鹿島に戻ってまた戻ってきたとけど、どうなんだろうな。
登ってくと思うけどね、多分。ちょっと風がのんびりしとんね。でも釣りしたかけん釣りして、休みたかけん休んで、飯食いたかけん飯食って、当たり前の話けど贅沢な時間よマジで。こんな自由なことさせてもらってよかったかなって思うぐらい今そんな状態でございますよ私は。ゴミのめっちゃ多いと、あの白鷺たち潮の先っちょに来る、なんか食おうでしょってやろな、あいつらなんか可愛いかけんじゃん。みんな同じか行動とってると、あいつらの捕食成功率ってどんくらいやったんやろ。ものすごい下手かけ面白いよね詐欺やったっけ、あの何でもかんでも食えると思ったやつら。ペリカンか、ペリカンと同じようになったっけ。あ、当たった当たった当たったよ今。当たった当たった、ちゃんと当たった、おるよ、おるおる、当たった当たった当たった。ほら当たった、なんで乗らんのかな、なんか当たるよって待って、コンコンコンって。え、うわ、ちょっと風の勢いか、風の勢いか。やっぱりね、釣りしたくはなるよ。目の前で釣れとったけんさ、バレんしちゃったけど、タツーでしもだったよね。ノリのことはゴミもいっぱいだし、風も強かし、雨も降ってきたったよこりゃ、どがんせろって。いや、ゴミすごか、ゴミは毎回引っ掛けよう。なんだこれ、動きよろ、スーパーゴミ系やのこれ。いや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 、嘘でしょこれ、魚なんすかこれ。いやいや、これなんだこれ。ちょっとこれは眼鏡やろね、でかいよこれ。わー、眼鏡やろね、動きよんもん。徐々にこっち来よったけど、ガバオフタがこれ。わー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 、でっかい眼鏡やろこれ。潮の見てくとで走ってくれんぎ。ちょっと眼鏡、眼鏡、おい、もうさすがに眼鏡じゃ400万かいかんぞ。ああ、もう諦めてもらえんすか眼鏡さん。おわお、あがいや、もう疲れとし、見えんとさ、水の色の濃いすぎて。ちょっと眼鏡との格闘かよここに来て。おい、お、ま、こい、ちょっと無理の足取り、あげえんぞこれ、持ち上がらん。あー、気づいた、異変に気づきちゃったんですと。もうちょ、あー、腕のパンパン。おいおい、腕つってる。おい、ちょっと右腕、まさかここで栄眼鏡君と戦うことはね。よしよしよし、あー、くそ、ちょっと限界に近い。ちょっと、ちょっと電池の切れたけど釣れたよ栄眼鏡。ちょっとガバイきつかった、太がしこい、ちょっとでかすぎたけど怖いから。ご看護しとって、まだ旅は続くのよ。ちなみに卵の折れた
ちょっと待ってね。あんたそれ引っ張るなかけんさ。ね、釣り人の方これね、気をつけてくださいね。あそこの針んとこ危なかけん。いかつか顔しとんねん、あんたね。がっぷいかつか。がっぷい太かしかも。この剣がね、ここにほら、毒の矢になったでしょ。目のべらいかつか。なんかでも可愛いかな、お前さん目。ああ、だいぶ疲れたね。ありがとう、相手してくれて。ちょっと思わぬでかさやった。ああ、俺たたもう。しかも GoPro 電池切るしね。なかなか切られたぞ、しかし。マジで右腕ちょっとパンパン。青物と戦った時よくも疲れるぐらいに切れたよ。思えば、あの栄冠町場、12年前か。釣り上げたところからか。感慨深い栄冠町やったね。リスタート1匹目の栄冠町ですよ。でね、俺はタモね、もう一本あったでしょ、ほら。折れた時用のためって思って。スペアなんだけど。開始2日目でタモの折るってはちょっと思ってなかったかな。うん。今が一番の時代。今ピシャイよ、ドンピシャイだもん。来た！よし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 。口の中でなくなっすよ、これ。